浅上隆法ですということでね、本日はなんと届きました。同じというか、デモ劇団っていうのにね、 YouTube の中でね、デミ劇団っていうのをやってまして、デム監督さんがね、そこでいろんなドラマとかをね、撮ってるんですけども、その中のね、お知り合いの、女優さんっていうかね、お綺麗な方にですね、いただきました。Dキッチンさんね、Dキッチンさんからいただきました。ありがとうございます。いやー、本当にね、いいんですか、いただいちゃって。いやいやいや、ちょっと、オープン、ちょっと下向きようか。これぐらい大丈夫かな、これぐらい、あんまり下向けないと、うつっちゃいけないもんね、うつだりするんでね。はい、ということでね、てっててってて、まず、お手紙いただきました。読み上げていきたいと思います。まさがみ様、いつもお世話になり、ありがとうございます。いえ、こちらの方がちょっとお世話になりません。すいませんね、こんな騒がしい男の面倒を見ていただきまして、楽しい配信に、元気をもらってます。いやいや、本当にね。私もですね、Dキッチンさんのね、動画、ね、お芝居にね、すごくね、勇気をもらってます。ほんの お礼の気持ちです。よろしければ、召し上がってください。ありがとうございます。助かる。こちらの缶詰は、火が通ってますので、サラダにしたり、味噌汁や、カレー、ラーメン等に、そのまま入れて召し上がれます。それではこれからも応援していきます。まだまだ暑い日が続きます。くれぐれもご自愛ください。Dキッチンさん、ありがとうございます。いやー、かわいらしい字。綺麗な字ということでね。いやー、ほんとありがとうございます。と、早速見ていきたいと思います。これで私も30年は戦える。ねえ、ご丁寧にね、こうね、ほら。クッション材まで入れてくれております。このプチプチね。これがあるとね、もうね、すごいんですよ。衝撃が吸収されて。すごくベストな状態で。まずは、カルピス!うちのカルピス作ろう。あ、5倍に薄めて15回。え、マジっすか?これ、うわ、すげえ。15回分。マジで。5倍に詰めて、通常の5倍ですよ。シャーでさえ、赤い水星のシャーでさえ3倍なのに、この白いカルピスは、なんと、5倍これで、15杯分、コップに。いやー、ありがとうございます。いや、カルピス飲み放題じゃん。からの、いやー、オーツミルク、食物繊維ね。やっぱ単身赴任なんでね、こういうのはありがたい。なかなか植物繊維ね、野菜とか取れません。とってもね、嬉しいです。ありがとうございます。からの、芋けんぴ。うちの母親が大好きなんですよ、本当に。ね、まあ母親今、ここにいないんですけど。塩けんぴ。黒ざ、黒糖けんぴ。けんぴ三兄弟。けんぴ。団子産業だとかみんな知ってはんのかな今。からの、来たよ。ほら。マグロ、ツナフレーク、ライトミーツ、ライトミーツ、ツナ缶3缶。これは助かる。これは単身赴任助かる。いやいやいや、ありがとうございます。いや、本当に。からの、ミックスビーンズドライパック。そのまますぐに料理に使います。とりあえず、こんな音。とりあえず、いっぱいお豆さんが入ってるってことやね。うん。感じですね。まだまだ入ってます。なんと、焼き鳥焼き鳥これはいい。これ美味しいですもんね、これね。いや、布袋の焼き鳥ですよ。高級品ですよ。本当に。缶詰ってすごく高いんでね。なかなかね、まさがみの経済力では今買えない。ありがたい。ありがてえ。からの、鶏の胸肉。うわ、すごい。こんな大きいの。
いや、これ分かる、これ普通の、ほら、これすごくない？いや、これマジですか、ありがとうございます。いやー、鳥、なるほどね。これがなんと2巻入ってます。ありがとう、めっちゃ助かる。どうでしょうか、どうでしょうか。いやー、いやね、本当にとても素晴らしい商品をねたくさんいただきましてありがとうございます。こんなにたくさんねいただきましたね。え、本当に、いや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 、やばいっすね、こんなにいただいて。いただいちゃっていいんですか、本当に。いや、本当ありがとうございます。めっちゃいただきます。結構しますよね、これね。画面のここってのは全体的になってないのがやばいよ、これと。この、なんだろう、この紹介方法はダメですね。迫力がない。いやー、マジですか、お手紙までいただきましてね、本当に。ありがとうございます。いやー、本当に。嬉しいですよね、こんなにいただいて、本当に。ありがとうございます。もう大事にね、食べさせていただきます。いや、これ結構食べれますよ、これ。もう本当に。多分これで1日ご飯食べれると思うんですよ。ね、1日2日3日4日4日4日5日は食べれますね。ありがとうございます。もっと食べれるかもしれない。これだけで食べるが1日になるんですね。これを小分けして、とりあえずいろんな料理に使えば結構いろいろ使える。いやー、すごい。結構ね、354g 入ってるんで、かなりですよ。普通のこういうね、やつって、だいたいですね、うわぁ、見えねえわ、もう、見えないわ。80g なんですよね、80g なんで、340って言ったらもうね、計算できる方はどうぞ。だいたい4倍以上入ってるっていうね。これ一つで4つ分みたいな。だからこの、あ、この8巻、ね、と、これだと、こっちの方が多いっていうね、そんな感じですね、本当に。量を競い合ってどうするんだって感じです。いやー、でも美味しいですね、これ見てください。焼き鳥ですよ、ホテイの焼き鳥。ね。ツナ。いやー、もう好きなのばっかりいただきまして、本当にありがとうございます。いやー、まだまだ暑いんでね、このカルピスも本当助かります、もう。カルピス、カルピス、うちのカルピス、かき氷にかけるだけで、もう今度やってみようかな、このかき氷にかけるだけやってみようかな。いやー、めっちゃ嬉しい、本当に。ありがとうございます、本当。めっちゃ嬉しいです、本当に。もうね、本当にね、D キッチンさんね、いつもね、料理、お料理のね、あれとかいろいろやってるんですけども、いやー、本当ね、こんなにいただけますと。もうちょっと、和紙的に、こうか。ちょっとすいませんね、こういう、絵的に下手なんですいませんね、本当に。絵的に下手なんでね。まあね、細切り芋けんぴって、これね、めっちゃお上品じゃないですか、細切りなんで。普通はね、この分厚い、ね、もっとゴツゴツした、やつなんですけどね、これ細切りで。うん、ね、私がよく見るのはまだこれよりもまだね、ぶっとい芋けんぴですよね。なんか、土佐なんで、土佐の芋けんぴってもうめっちゃざっくりすぎてね、もうざっくりすぎるよみたいな、まあそんなことがね、多々あるんですけども、これは、アプロオーツミルク。上がる植物パワー、たっぷり食物繊維。冷蔵庫に入れときますね。これとこれとね。これとこれと冷蔵庫に入れましてですね。これ冷蔵庫入れなくていいのかな、うん、まあそんな感じです。そんな感じ。うまく説明できない。
ちょっとこれ商品説明ちょっとね、勉強します。まあ、というか本当にね、ありがとうございました。ね、大切に、ね、美味しくね、食べさせていきまして、またね、食べる君の方で、ね、活躍してくれると思うんでね、ぜひともご覧くださいということで、ディキッチさん、本当にありがとうございます。ディキッチンさんのね、チャンネルの方ね、下のね、説明欄の方に書いてくるんでね、ぜひとも皆さん見に行ってください。あのね、コストコに行ったりね、業務スーパーに行ったりね、いろいろね、あの、料理を作ったりしてるんでね、うん、ということで、それでは皆さんごきげんよう。まさかみりほでした。ディキッチさん、ありがとうございます。